この寒い中すげえ勢いで。あ、そう、それあのそのあっちの方にさ集めとけば、後で火炊くときにねすぐ炊けるよ。あたいね。うん。これマークもね。これいいよね。あ、悪いね。俺いつもやってるからさ。あれね。よかったね、たまに来た時に水道が出ないとかハプニングがあってさ、楽しいでしょ。隠し犯でしょ。実は先週来てるんですよ。まさか井戸ポンプがね、壊れてるとは思わなかったんだよね。あ、でもよかったな、あれが。ちょっと早めに来てよかったよ。3時半で。まだ3時半。基礎部だけ出してね、あの、下の。煙突の下のとこ。軽いよ、だってあれだもん、高級ステンレス製だから。そう、一旦置いといてさ、玄関改造してここに穴開けたらバカにしてるんですよ。手前1個で奥2つ、なんかいいね。いつもやってるのをやってもらうってすごい素敵。やってもらってんじゃなくてやらしてるんだよ。ありがたいね、助かるよ師匠。あのね、それ横に置く、横の違う。ああ、まあそうでもいいか。いつもねこういう風に並べちゃうんだよ。あの後ろの方が広いもんで、だからそれちょっと広げればいい。そういいよ。あれ乗っけてから。まあ、でもそれじゃ板入んねえ、多分。いいよ、そのままで。ちょうどいい。いいね。いいね。とりあえずこれ薪ストーブ用意するか。じゃあ師匠、これ入れてあげるよ。これ全体にくっついちゃうかな。これでもすごい燃えるよ。知ってる、松ぼっくり。これ杉なの。杉、これ花粉出るやつやん。それそう、花粉タンク。怖いよね。だからさ、これで山火事とか起こったら冬はやっぱ一発だよね。そうだよ、すぐも隣。そう、うちの家の家がすぐ。ちょっと待って、蓋されんじゃね。
消えちゃうんじゃない？すぐ。風がなくていいね。うん。来る時どうかと思ったけどね。そう、今でもあれでしょ、なんかあの大寒波が来てて。そう。全然あったかくはないけどさ、ここだったらいけるよ。寒かね。うん。来てるから。すげえな、モクモクになったね。こんな白いの出るんだね。これ不完全燃焼でしょ。そう、松のやつがこれこの煙になる。松じゃない、杉か。そうなのかな、まあ、今入れるとさ、もうちょっとついてくんないと。奥に置いとかね、つかないで。とりあえずそいつを押し込んでさ。いや、押し変にやるとさ、止めた方がいいですよ。立てる、これでいいよ、これで。めっちゃ暑そうだ。やべえ、ちょ、あれだっけな、こっちに置いとこうか。いつも違うからやるな。あ、いいんじゃない、ほら来たでしょ、煙も減ってきた、ほら。ここちょっと開けとこうかな。師匠、早くテーブル組み立てて。早くしないと暗くなっちゃうよ。煙がすげえ、煙が。これ500円で買った。どこと？でもゴムのキャップがないんで、いいよ、大丈夫それで。これそっち持つ。ほら、なんと素敵なテーブルが、なんと素敵なおしゃれことでしょう。あっという間に出来上がれるんですよ。あ、すごいね、焼けてあれが取れてきたね。すす、何、焦げ、焦げ、汚れ。すげえな、あったけえ、ここ。びしょびしょだよ、この寒い中。すげえ勢いで水が飛んできた。なんで直すよ、さっきまで大丈夫。ここから出たさ、ここ。あ、ここが殴ったんだ。あ、そう、ここがね。うん、もうこれどうにもならないから、これで頑張るしかないよね。うん。